では皆さんと一緒に新型コロナウイルスについて考えていきたいと思います全国的に再び感染が広がっていまして第4波という言葉も聞こえてくるようになってきましたねそうですね、うん、首都圏だけではなく地方でも感染が拡大してきていますそこで今日は福島県が置かれている現状について見ていきましょう まずは昨日の福島県と近隣県の感染者数を見ていきたいと思います福島では昨日21人の感染が確認されました隣の宮城県では55人、山形では25人など東北の南部、北関東で再び感染が広がってきているという印象がありますね、はい、そして宮城県の仙台市ではまん延防止等重点措置が適用されました山形県でも独自に緊急事態宣言を出していますよねそうですよね そして緊急事態宣言というのはステージ4相当の時に発令されるんですがこのまん延防止等重点措置というのはその一歩手前のステージ3相当で適用されるものになっていますただ状況次第ではステージ2で適用される場合もあるということですこのまん延防止等重点措置が適用されますと飲食店などへの時短要請や命令などの措置が可能になるほか協力金の支給も可能になるということです この緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を適用するにあたって1つの基準となるのがこのステージなんでですね、はい、ではこのステージについて次見ていいいきたいと思います政府が発表しています感染状況にかかる6つの指標に基づいて福島県と他の県を比較していきましょう。 福島県は現在病床使用率が53%となっていましてこの赤で示したところがステージ4相当黄色で示したところがステージ3相当となっていまして福島は他の県と比べても非常に病床使用率逼迫していることが分かりますよね。はい、ただその他の項目については比較的低い数字となっています。うん で、宮城県なんですが、病床使用率が四十三パーセントで、ステージ三相当。その他の数字が、こう赤色が目立ちますよね。そうですね。非常に深刻な状況となっているんです。そして、宮城と東京で特徴的なのが。 感染経路不明の割合宮城が58%東京が52%ということでステージ4の水準となっています福島は現在36%ということで50%は超えていないんですがだんだんと上がってきているということでこちらを上げないためにも一人一人の感染症対策というのがとても重要になってきているんです 福島県でも5月9日までの期間を重点的な対策期間として感染が拡大している地域との不要不急の往来の自粛が求められていますですのでこうした近隣の都道府県の状況を把握しておくことはとても大切ですよねそして一人一人の意識を高めていくことが一番の感染症予防につながっていきますそして番組では皆さんからの疑問や質問をお待ちしていますご協力よろしくお願いいたします